私は Future Ed 東京の、えー、共同創設者です。Future Ed 東京がやろうとしていることというのは、えー、これから変わりゆく、ま、時代の中で、どうやってこう我々の教育、子どもたちの学びっていうのを進化させていくかっていうことを、えー、考えたり対話するコミュニティ活動を行っております。 女性はですね、社会起業家にとっても向いているというふうに思います。なぜかというと、女性は非常に共感力もコミュニケーション力も高くて、社会の課題に対して非常に繊細にアンテナが張れているかと思うんですね。人と違うことをやはり恐れないということが大切だと思います。なので、周りのお友達の意見とかも大切だと思いますが、 自分が今本当に何をしたいのかとか何が好きなのかっていうことにこう向き合っていけばですね